はい、それでは10月7日の3問に入っていきます。まず借地借家法の問題です。借家人 B が大家 A に無断で借家を転貸しても、A に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、 A は賃貸借契約を解除できない、丸か×かという問題ですね。で、考えたい方は下概要欄の方にこちらの問題文を記載しておきますので、一旦動画を停止していただいて、下の概要欄の方から問題を見ていただければと思います。で、回答ですね。で、これは丸になります。で、建物の借家契約において、背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、賃貸人は賃貸借契約を解除できません。で、この賃貸人っていうのは大家さんのことですね。大家さんのことです。で、背信的行為って何なのかっていうと、簡単に言うと裏切り行為に当たります。で、背信的行為と認められる場合、これ裏切り行為と言える場合なんですけども、裏切り行為をしているわけなので、無断転貸を理由に解除することはできます。一方で、背信的行為と認められない場合、つまり、裏切り行為とまでは言えない場合ですね。この場合は、大家さんは解除することができません。で、裏切り行為の具体例まではもう考える必要ありませんので、気にしないでください。試験でもですね、背信的行為ってそのままですね、言葉出てきますので、もうこのまま覚えていただければと思います。で、ちょっと今回の問題振り返ってみていただきたいんですけれども、まず借主 B さんっていうのは、大家さんに無断で、借家を転貸したわけですね。また貸しをしたということなんですよね。で、それについて、背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるって書いてあるんですよ。で、まあ、多くの方がこれがですね、わからないんですよね。これが何を意味するのかがわからないっていう場合が非常に多いんですよ。で、無料なので、ここをどのように理解するかまでは通常ちょっと教えてないんですけれども、ちょっと今回だけ特別にですね、これについて解説させていただきます。背信的行為と認める事情っていうのは、裏切り行為がある事情ってことですよね。背信的行為と認められる事情って言った方がわかりやすいと思うんですけれども、これは先ほども言った通り、裏切り行為と認められる事情なんですよね。で、それに足らない事情なんですよ。足らないような特段のって、まあ、特別のって意味なんですけども、裏切り行為と認めるに足らない事情がある。つまり、裏切り行為とまでは言えない事情っていうことなんですね。なので、先ほども言った通り、こちらの青文字の部分です。裏切り行為とまでは言えない事情。こっちの場合ですね。だから、大家さんは解除できないんだということです。このように、ちゃんと問題文を理解するってところはすごく重要なんですね。多くの方がこの部分をもう飛ばしちゃうんですよ。まあ、解説だけ見て解説を覚えるっていうやり方するんですけども、それだと一向に点数上がってこないです。今回、背信的行為と認めるに足らない事情って書いてあるんですけども、じゃあ、もし背信的行為と認めるに足りる事情があるときって書いてあったらですね、おそらくそこを見逃して、問題文理解せずに間違えるということになるんですよ。だから、こういった部分をちゃんと理解をする。これがどういうことを言ってるのかっていうところをちゃんと理解しながら勉強を進めるっていうことがすごく重要です。で、まあ、個別指導の受講さんであれば、私に直接ご質問いただければ解説させていただくんですけども、そうじゃない方ですよね。無料の読者さんについては、もう自分でもやっぱ調べるしかないんですよ。だからもう自分でこの用語ってどういったことを意味してるのかということを調べていただいて、理解を深めていくということをぜひ行っていただければと思います。で、続いて問2に入ります。宅建業者 A は保証協会に加入したときは、その加入の日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。丸か×かってことですね。で、これも下の概要欄に問題文を記載しておきますので、考えたい方は一旦動画ストップしていただいて考えていただければと思います。で、これ答え×ですね。弁済業務保証金分担金っていうのは、保証協会に加入する前に、保証協会に納付しなければいけません。今回の問題っていうのは、加入した時は、加入の日から2週間以内ってことなので、これ、加入した後に分担金を納付してるんですよね。これだと遅いんですよ。加入する前に分担金は保証協会に納付しなければいけないので、×ということになります。で、ちなみになんですけども、保証協会加入後に事務所を増設する場合、つまりもう事業を始めて、事務所を新しく作るよと。その場合については、増設した日、
つまり新しい事務所を作った日ですね、設置した日、その日から2週間以内に分担金を支払えば大丈夫だということです。初めて保証協会に加入する場合は、加入する前に、分担金を納付して、でもすでに保証協会に加入していて、その後事務所を増やす場合っていうのは、増やした日から2週間以内に分担金払えばいいですよっていう話ですね。ここちゃんと対比してですね、頭に入れておきましょう。で、さらに営業保証金の場合っていうのは、新規で営業を開始する場合も、事務所を増設する場合も、営業開始前に営業保証金を供託して、その旨を免許権者に届け出なければならないんですね。つまりこの新規で営業を開始する場合っていうのは、ここの場合と一緒です。時期的に言うと保証協会に加入する前、これは、事業を始める前の話なんですね。で、ここの新規で営業を開始する場合、これも事業を始める前なんですね。だからこれ一緒なんです。1と3っていうのは内容一緒です。時期的に一緒ってことですね。で、この1と3っていうのは時期的に一緒なんですよ。時期的に一緒。で、保証、で、営業保証金の供託時期っていうのも営業開始前なので、これも基本的に同じですよね。ただ、ここの免許権者に届け出なければならない、ここの部分は違いますので、ここはちゃんと頭に入れておきましょう。さらに4番ですね。事務所を増設する場合、保証協会の場合は事務所を増設した後2週間以内に分担金納付したらいいんですけども、営業保証金の場合はこの事務所で営業を開始する前に供託しなければならないです。で、しかも供託してその後免許権者にその旨を届け出るという流れになりますので、この点も違うんですよね。2番と4番で違うという話なので、ちゃんとここもですね、頭に入れておきましょう。ちゃんと対比するってことですね。まあ、今回これ表にはしてないんですけども、表とかにすると分かりやすいと思います。で、3番ですね。用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成または保持のため、当該地域の特性に応じて、合理的な土地利用が行われるよう制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする、丸か×かということですね。これ何書いてあるかっていうと、この特定用途制限地域っていうものが、まあ、どんな地域なのかっていうのがここに書いてあるわけなんですよ。その内容がここに書いてあるわけなんですね。で、まあ、これが丸か×かという話なんですね。で、これも考えたい方はちょっと動画ストップしていただいて、概要欄の方から問題の内容を確認していただければと思います。で、今回の問題、これ×になります。で、どこが×かというと、特定用途制限地域っていうのは、用途地域が定められていない土地の区域、括弧市街化調整区域は除きます。そこで定めることができるんですね。問題文見ると、用途地域の一つであるって書いてあるんですよ。用途地域の一つである。つまり、この特定用途制限地域っていうのは、用途地域の一つなんだって言ってるわけなんですよね。用途地域っていうのは、第一種低層住居専用地域だったりとか、商業地域だったりとか、まあ、工業専用地域だったりとか、そういったものを表すんですね。まあ、13個あったと思うんですけども、まあ、わからない方ね、そちらちょっと確認していただきたいんですが、その用途地域の中に特定用途制限地域って入っていないんですね。だから、この点、誤りだというふうになります。で、これちょっと、しっかり理解する必要があるんですね。で、今回理解するための一部だけちょっとお伝えいたします。この特定用途制限地域というのは、文字通り用途を制限する地域なんですね。用途を制限する、まあ特定って入れてもいいですよ。特定の用途を制限する地域なんです。で、何のためにこの用途を制限するかっていうと、良好な環境を形成したり、守るため、そのために用途を制限するんですね。用途っていうのは、これ使い道って話です。使い道。その土地の使い道ですね。例えば、その土地について住宅用の土地として使うのか、工場用地として使うのか、商業ビル用地として使うのか、みたいなイメージです。どんな用途で使うんですかっていう意味ですね。どんな使い道なんですかっていうことです。で、この良好な環境を作ったり、守ったりするために、こんな建物建てちゃいけませんよ、っていう風に制限すべき用途の概要を定めるんですね。
で、まぁ、ちょっと具体例もあるんですけれども、ちょっと今回ですね、無料なので、ちょっと具体例は控えさせていただきたいと思います。あとですね、また別途理解すべき部分があってですね、それがここの部分ですね、用途地域が定められていない土地の区域、括弧市街化調整区域を除く、これがどういった区域かっていうところですね。これも、すいません、ちょっと個別指導の内容になりますので、ちょっと個別指導でお伝えする形になります。で、多くの方が、まぁ、こういった部分を丸暗記するんですよね。だから結局分からなくなっていくんですよ。で、今言ったような部分っていうものをちゃんと理解をしていくと合格するための力っていうものがついてくるんですね。なんでそういった部分をしっかりですね、理解していっていただければと思います。今年の合格目指して頑張っていきましょう。レトスの小野でした。